皆さんこんにちは、ゆうみです。今日は呪術廻戦の呪術廻戦フェアのグッズを開封していきたいと思います。こちら通販で購入したのですが、その後に実はジャンプショップに行く機会があって少しだけ購入をしました。そしてそちらも動画を撮ったのですが、通販で購入している分があったので数は少なめで購入して開封をしました。ですがあまりクオリティが良くなかったので動画はお蔵入りにしました。一応そちらの開封の結果だけはまとめて動画にしたので10秒ほどですがご覧ください。はい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 、お、五条先生とナナミンです。はい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 、開封の結果、五条先生はこちらのナナミンとの2人で写っている缶バッジだけが出てくれました。これが実物です。そして今回も1万円分の購入になります。五条先生のアクリルスタンドと缶バッジを6個、白ミニ色紙を3つ、コレクションチャームを2つ、ニトタンを1つとピタデフォメを2つの購入になります。じゃあまずはアクリルスタンドを立てたいと思います。はい、今回は片目が見えるイラストです。はい、台座はこんな感じでシンプルです。名前もこんな感じです。五条先生の右手はちょっとアップになっています。本当に足が長いです。結構このポーズいいですよね。じゃあまずは缶バッジの方を開けていきます。五条先生単体の缶バッジが出てくれたらいいなって思います。じゃあ1つ目、ではいきます。はい、お、2年生です。はい、この缶バッジはマットな缶バッジになります。そして今回は2年生3人が写っている缶バッジがあります。これはいいですよね。2年生はこれから映画が始まるのですごいグッズが出てくれると思います。じゃあ2つ目、いきます。はい、ナナミンです。はい、こちらはナナミン単体になります。枠のところが銀色になっていてちょっとだけぷっくりしてます。すごいおしゃれですよね、この缶バッジは。じゃあ3つ目、いきます。はい、お、野原ちゃんです。はい、野原ちゃんは前回出ました。2つ目です。では4つ目、ではいきます。はい、お、マキさんです。はい、マキさんも前回出ました。残り2つです。多分これは五条先生が出ない気がします。じゃあ5個目、ではいきます。はい、お、ゆうじくんです。はい、ゆうじくんはこんな感じです。今回初になります。じゃあ最後になります。缶バッジはもっと購入しとけばよかったかなって思いますね。では6個目、じゃあ最後いきます。はい、あ、パンダでした。はい、パンダはめちゃくちゃパンダです。はい、なんと五条先生は1つも出ませんでした。なかなか厳しいですね。じゃあコレクションチャームを開けたいと思います。こちら四角の箱に入っています。1つ800円です。今回の狙いはこの幽運になります。幽運狙いで上げていきます。じゃあ1つ目、ではいきます。はい、お、これは五条先生のサングラスです。袋に入っています。じゃあ開けます。これは開かないんですね。カニカンになっているのでどこでもつけやすいです。結構ちゃんと作られていますね。じゃあ2つ目、ではいきます。はい、これは野原ちゃんですね。釘&金槌です。トンカチと釘が入っています。狙っていた幽運は出なかったです。では色紙を開けていきます。缶バッジと同じイラストです。じゃあ1つ目、
では、いきます。はい。引っかかってます。じゃあ、はい。お、まさかの五条先生が出ました。缶バッジで出なかったので、出ないかなって思っていたら、色紙で出てくれました。すごい綺麗です。この目の輝きとかも、本当に綺麗です。こんな感じで、すごい全体的に輝いています。普通の色紙と違ってツルツルです。これはめちゃくちゃ嬉しいです。じゃあ2つ目。では、いきます。はい。お、トゲくんです。はい、トゲくん単体は初です。やっぱりこの色紙はすごいいいですね。メタリック感があります。本当にイラストが綺麗です。じゃあ最後の一つを開けます。では、いきます。はい。お、五条先生とナナミンです。五条先生、また出てくれました。ナナミンと一緒です。缶バッジは全く運がなかったのですが、色紙の結果はめちゃくちゃ良かったです。キャンプショップで購入した時は、色紙は購入しないでいいやって思っていたので、このために買わないで運を貯めていたと思います。じゃあこちらを開けていきたいと思います。ニトタンは私は一つも持っていないです。今回初めてになります。ピタのアクリルキーホルダーは全て五条先生は持っています。なので今回もゲットしたいと思います。ニトタンはこんな感じです。今回と同じポーズになります。じゃあ一つしか購入していないので五条先生が出てくれますように。では。じゃあ、いきます。はい。おー、すごい。まさかの一つしか購入していないのに、五条先生が出てくれました。すごい、缶バッジで運がないなって思っていたら、後半はすごい運がありますね。こんな感じで、四五条先生です。ニトタンはこの目が特徴ですよね。結構可愛いです。じゃあピタも出てくれたらいいなって思うのですが、そううまくはいかなさそうです。二面印刷で立体的になっているみたいです。じゃあ開けます。やばいぞ、開かない。じゃあ、こっちかな。では、いきます。はい。おー、すごい。まさかの五条先生です。五条先生です。やっぱり後半の運がすごいですね。自分でもびっくりしてます。二面構造なので、イラストが立体に見えます。後ろのキーホルダー自体が後ろに下がっている感じなのですが、ちょっと画面じゃわかりづらいですね。これはめちゃめちゃ可愛いです。ピタとニトタンです。でも残り一つあります。じゃあ最後の締めは誰なのか。結構ぴったりくっついてるので、ハサミで切ります。じゃあ出します。こっちかな？じゃあ最後いきます。はい。お、マキさんでした。最後の締めはマキさんになります。ピタなので、ぴったりほっぺたがくっついてる感じです。後ろのデザインもすごいおしゃれです。五条先生の裏はこんな感じです。はい、今回の呪術廻戦フェアは、缶バッジの単体の五条先生は出てくれなかったですが、後半の動画の勢いはすごかったですね。五条先生がたくさん出てくれて嬉しいです。12月7日の五条先生の誕生日の日に、すべてのグッズを並べて、動画を出したいと思います。それまでまた集めていくので、
グッズ開封も楽しみに待っていてください。今日の動画は以上になります。見てくださってありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。